なんかもう語り尽くせないぐらいお話はあると思うんですよ。いや、あの本当にあの、まあ、まず言えるのがね、うん、あの方がいなかったら今の私はないですし、はい、その、まあ、全てにおいてこう指導していただいたなと、うん、そういうことは非常に思いますね。その普段の生活であったり、うん、はい、野球をする上でのね、こう心構えであったり、もちろんその技術的なことであったりね、はい、随分と鍛えてもらったなっていうのは本当に思いますね。まあ、やはりこうマサさんの野球人生の中で大きな節目になったのがアメリカへの野球留学だったと思うんですが、ですね、これも星野さんが監督になられた時ですよね。そうですね、星野さんの2年目になりますね。私が5年目でね、もう本当に、当時立浪選手がドラフト1位でその年入ってきたんです、はい、その彼のね半分ぐらいだったんですよ、給料が。5年目の選手なので、はい、その中で自分はもうやっぱりもう今年最後だと、うん、ああいう思いでね、その春のキャンプから頑張ってる時にね、うん、オープン戦で KO されまして、その日の夜に星野監督の部屋に呼ばれまして、ね、はい、アメリカに今年は留学しなさいと、11月の末まで終わりまで行ってきなさいと、愕然としましたね。いやいや、何なんだと、まだ2月ですよ、今年もういらないんだと、もう捨てられた、そういう思いで、いましたね。ただやっぱり星野さんっていうのはね、ただそのアメリカに出したんじゃなくてね、一言言ってたのが、10人送って1人でも出てくれればもう儲けもんなんだと、ああいう話はしてらっしゃいましたんで、まあアメリカ行って、そして、もう嫌で嫌でね、今でこそアメリカ留学、まあかっこいいですよね、はい、あのみんな行きたいって言うかもしれませんけど、あの頃はね、アメリカのワールドシリーズの試合の結果がね、こうスポーツでもなんかスコアだけで出るような、それくらいの認知度しかなかった、まあ、日本とアメリカの野球ってのはそれだけかけ離れたんですけども、まあね、言葉は当然通じませんしね、ちょっとやっぱりアメリカ行ってる最中はね、クソクソっていう思いでねやっていましたね。ただやっぱり、その時に出会ったアイク・イカラさんという方がね、はい、本当によくしていただいて、私は全く知りませんでしたけど、毎日星野監督とね、こう連絡を取り合いながら、はい、いろんなこう指導をしていただいたんだな。まあ、途中からねスクリューボール覚えて、まあ、活躍するんですけども、私自身は日本で通用するなんて思ってないんですよ。そうだったんですか。アメリカは4軍だったんですから、日本とアメリカの野球とベースボールはまた違うんじゃないかっていうね。ただアイクさんがね、星野監督に僕がいいピッチングするようになっていったところですね、うん、山は日本でも中継ぎなら使えるかもよとか、うん、そういうことをチクチク言ってたみたいです、はい、そして、8月の初めにね、日本に帰ってくるわけですけども、うん、その時に大リーグの2球団から誘われてるんですよね。あ、マサさんがね。僕が、はい、僕は全く知らないですよ、はい、アイクさんのところと球団の方に連絡があって、はい、星野さんはいや、それはもう行かせろと、うん、そんな大リーガーになれるなんてこんなすごいことはない、行かせろって球団には言ったそうなんですけども、はい、球団は1988年はドラゴンズ優勝争いしてましたので、ちょうどね近藤慎一投手がちょっとね体の調子がちょっと故障が起きたかという時だったんですね、はい、うんうん、ですから球団の社長が、当時の社長が、いや呼び戻そうということで、私は帰ってきたわけですけど、すいません、ということはちょっと私その辺を誤解してましたが、はい、星野監督が優勝争いしてるから、おマサをアメリカから呼び戻せって言ったんではないんですか。違うんです、あの方はアメリカに行かせろって言ったんです、大リーグ行かせろと、そのまま、はい、こんなすごいことはない。ただ球団が、いや近藤投手がねちょっとこう、故障外れて苦しいだろうと、呼び返そうって言ったのは球団なんですね。そうだったんですね。ですからそう考えると、やっぱ星野さんっていうのはね、その大リーグのすごさっていうのをおそらく知ってたでしょうから、うん、そんなのに誘われる日本人が出たのかと。ただ一つ思うのはね、私がどんだけ力つけてるからって、おそらくまあまあ期待はしてなかったんでしょうね。あ、そうなんだと思いますよ。だって5年間で、いや、4年日本でやって、1軍で4試合しか投げてなくて、防御率19点台で、うん、そんなピッチャーがね、日本でこう、ローテーション入るようなピッチャーになるとは思ってないでしょうから、うん、おそらくまあ、まあまあ、あいつはちょっと今波に乗って、でもそんなのでも経験させてやろうと、そういう気持ちだったんじゃないかなと。なるほど、ね。ただ日本に帰ってきて、私のピッチングを見た星野監督が言ってた話はですね、ボールが高めに来ないんだよと。おもう春とは全く違うと、うん、いうことで、期待していただいたと、うん、リリーフで初めてこう名古屋球場でマウンドに上がった時にはですね、やっぱマウンドまで来てくれましてね、はい、一言目いっぱい行けと、うん、いう話をしていただいた、すごくリラックスした思い出があるんですけどもね、その日が
私のプロ初勝利なんですね。はい、はい、もうあの時はこんなに嬉しいものがあるんだと、プロ初勝利、こう5年目にしてね、そう考えると、あの時星野監督からね、監督賞をね34万円いただいたんです。背番号の、はい、タカが1イニング投げただけなのに。しかしそれを34万にするあたりも粋ですね。されてるんですよね。そう考えた、嬉しいな、初めての、ずっと取ってありましたけどね、監督賞っていうね、その封筒ね、はい。まあ、本当にね、もうそこからもうたくさんの思い出星野さんとあると思いますけど、マサさんは星野さんと結構話をした選手の方ですか？いや、話してないと思います。してない方ですか？はい、私ね、電話してもいつも直立不動でね、はい、はいといいえしか言いませんので、まあ要件を言ってね、あとはもうはいはいはいっつってもうすぐ切っちゃうんですね、はい、ですからどんな長く電話しても多分2分ぐらいだと思うんですね。まあ、でもよくね、節目には連絡しなきゃということで、連絡はしましたね、百姓の時。そして、あ、百姓は一緒にやってるので、150ですね。はい、150、200、あ、それからあと星野監督の勝ち星を抜いた時、あとは引退ですね。はい。はい。その時はもう、とにかく、親より先に連絡をしましたので、まあ、そう考えると、でもその時もね、あんまり褒めてもらったのは、引退の時だけですかね。ああ、そうですか。はい。お前は本当に体が強くてよかったな、と、いう言葉をいただいたんですけどね。まあ、僕はもう泣いてて話にならないんですよ。200勝の時は、ちょっと向こうがちょっとこう、涙ぐんでるのがちょっと電話でこう、感じたんですけど、ね、はい。私も試合終わってすぐに、一番に真っ先に、まあ、両親、球場に来てたんでね、はい、まず、星野監督にと、いうことで、しかも、まあ、ちょうど星野監督得意のその、お茶会ですか、新聞記者との、はい、記者たちとのね、お茶会の最中で、山本投手勝ちましたよ、って言った直後に電話がかかってきて、僕はおそらくなんですけど、はい、ヒーローインタビュー出る前かにもしかしたら電話したかもしれないです。あ、そうですか。ダッシュで行って、はい。へぇ、まあ、それぐらい嬉しかったんでね。まあ、ですから、あの時に、よかったなと、愛君に感謝しろっていう言葉をね、していただいたんですけども。まあでも、そうですね、やっぱり、いつもやっぱね、星野監督のことを、背中を追っかけてね、ああいう風なカリスマ性みたいなものは出せませんけども、でもやっぱ星野監督の野球っていうのはね、いつも追っかけてたのかなというふうには思いますけどね。マサさんをして、もうとにかくそのヒーローインタビューよりも先に連絡をしたいと思うだけのその存在だった星野さんですけれども、やっぱり思い出としては褒められたよりも怒られたことの方が多いんですか？よく怒られましたね。まあでもいつも思ってましたけども、その叱られてるうちは花だと、私がこう見ていても、叱られてるうちはみんな使ってもらえるんですよね、叱られなくなった人から二軍に落ちていくので、だからいつも打たれて叱られて、いつもほっとしてね、また次頑張ろうと、いう思いでね、やってきました。とにかくね、まあ、本当にユニオム着ると鬼のような人ですから、でもね、たまにこう優しくしてもらったりね、こうちょっとこう励ましの言葉とかもらうとね、すごくうわ勝たしたいなっていうね、あとはやっぱり先頭に立って引っ張ってくれましたんでね、激しいアクションでね、はい、あの見ると勝たしたいなっていうね、そういう思いで選手みんなやってたような気がしますよね。私はもう特にそういうふうに思ってやってきましたけどもね。まあ、マサさんは第一次星野政権と第二次星野政権、両方知る数少ないお一人なんですけど、やっぱり一旦ユニフォーム脱いでまた戻ってきてからの星野さんって、どこか変化ってあったんですか？多少はありましたけど、そう大差なかったですね。そうですか。まあでもね、一番最初87年に就任されて、はい、86年の秋のキャンプから、とにかく先輩たちから、しっかりやれと、はい、とんでもない人が帰ってくるぞという話は、まあ、小松さんとか、鈴木高松さんとか宮子さんから聞いてね、いや本当にしっかりしてくれよと、逆に頼まれたですね、お前らがしっかりとんでもないことになるぞと。まあでも本当にその通りでね、はい、厳しい。私は初めて星野さんとお話しさせていただいたのが浜松のそのキャンプのブルペンなんですよ、はい、私ね、監督が来たと思ってね、一生懸命投げてたらね、おい、そこの34番もっと全力で投げんかって言ったんです。ほう。私は、あ、これ全力です、って言った時の星野さんの寂しそうな顔がね、こいつ体でかくて左ピッチャーでね、
おいいかなと思ったらこれ全力かと、そのような顔をしてましたね、うん、私はこうそういうふうに言った後すごくやばいなと思いながらいましたけども、まあでもそうですね、よく叱られましたしね、まあでも二次政権に帰ってきてからはですね、やはり それなりの扱いをねしてはくれましたけど、はい、とにかく若い選手はね打たれるとね、僕が叱られるんです。で毎日ミーティングが ありましたから、その、まあ、ミーティング出るんですね、試合終わった後、うん、その球場に残っていて、はい、だからその若い選手は何かねこうしでかして試合負けたりすると絶対僕のところに質問飛んでくるな、こう劇が来るな、もうちょっとねこうっとこうやってくるんですよ、急に来るんでね、はい、こう声ひっくり返っちゃうんでね、そこだけはひっくり返れる恥ずかしいのでこうとこう切っておいてね、よく対応しましたけどね。あと楽天の監督さんをされてる時にですね、はい、私交流戦で投げてるんですよ、でいいピッチングしたんです、はい、多分7回まで1失点結局試合負けたんですけども、その時にね1戦目先発だったんで、はい、挨拶行かなかったんです、で次の日に行ったんです、はい、したら星野監督がおよう頑張ったなと、多分30、47歳の時だったと思うんですけどね、お前な俺の方ばっかチラチラ見やがってと言ったんですね、はい、私若い頃に第一次政権の若い頃、いつもねベンチをチラ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 眺めてるんですけど、ね、はい、テレビのね自分の、ビデオに撮ったのを見て、ね、はい、なんでこんなベンチ見てんだろうって、やっぱ星野監督怒ってないかなとか蹴ってるなとかね、はい、すごい気にしてたんです、それを47歳でもまだ俺気にしてるのかとちょっとびっくりしましたね、知らない間に三塁側のその、仙台の、球場のね三塁側がホームのベンチになりますから、はい、試合中ずっとチラ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 見てる、恥ずかしいな、まあでも47になってもね200勝してもね、まだやっぱ星野さんっていうのはそんだけ気になる人なんだなっていうのは、まあ我ながら恥ずかしいんですけども僕らしいなと、まあそれをねそのにこやかに私に言う星野さんもね、らしいなと、まあ、そのように感じはしましたけど ね、何年経っても星野さんが言ってたっす、お前がどんだけね加藤がね何年経ってもお前は俺の弟子だからと、何年経っても年の差は縮まりませんので、はい、まあ、星野さんの146勝より私のね勝ち星がかなり多いんですけど、まあいつも叱られてましたね、はい、まあマサさんもね今後当然ユニフォーム着て野球界のために指導者として活躍してもらわなきゃいけない人材ですけれど、やっぱそういう意味においても星野さんがマサさんに残してくれたものっていうのはすごく大きいんでしょうね。いや大きいですね、本当に翔平のその勝利への、ね、執念であったりね、やっぱりこう厳しいことを続けていけばね美を結ぶというねところは星野さんから学びましたし、あとは普段からちゃんとね野球に全てを力を向けておけってことですね、一回販売機に左手をで住所を取ろうと思ったらね、はい、真後ろに星野さんがいてね、頭をパチーンって引っ張ってかれたことあるんですけどもね、はい、パッと上向いたら星野さんがね、お前突き指したらどうするんだ、左手突っ込みやがって、あそこまで気を配ってね野球してなきゃいけないんで、まあ、当然なんだと、そこからはもう絶対にこう右手で缶ジュースであったりジュースと、はい、水でもね買うときは、今でも右手で取りますね、はい、だからまあそういうね本当にそこまでやって当然なんだプロはというところはよく習いましたし、うん、一つやっぱりね私も決めてることはね、もうこれずっと前から決めてましたけども、はい、もしもう一回ユニオンを消えてね空いてたらやっぱ77番つけたいなとずっと思ってました、はい、いつかちゃんと自分が、まあ、何かもう一度ユニオンを着るときは77をリクエストしようというのはいつも思ってましたね。やはりそこはもう星野さんの弟子としてはそうですね、まあ、そういうふうに思ってる選手がたくさんいてね、一斉に帰ると競争激しいかもしれませんけども、まあ、その中で一番年上ならわがまま聞いてもらおうかなというふうに思ってますけどね。年齢もさることながら実績からするとマサさんの右に出る人間はいないと思いますからね。いやいやいや、立浪さんとかもつけたいって言うかもしれませんから。まあでも、まあ確かに立浪さんもすごい選手でしたけど、マサさんの記録と比べて、まあ、ピッチャーとね、野手なんで単純比較はできないですけど、はい。これ。まあでもあの人の方は立浪さんの方がわがままですからね。基本的に。そうなんですか。はい。僕よりわがままなはずですから、彼の方が。でしょ？まあそれはまあ言えないでしょうけど一瞬村上さん固まりましたけど、はい、いやいや、はあ、そっか。
か。僕の方が多分譲る方だと思うので。あ、そうなんですね。まあでも本当言葉ね、どんどんも話出てきてつきませんけれども、うん、まあでも本当になんか私は本当ペーペーだったんで、まだ星野さんが中日いらした頃はそんなに接点ってなかったですけれども、まあでも本当に同じ場で一緒に仕事できたっていうだけでもやっぱりなんか自分でも感慨深いものありますけど。いやーすごかったですよ ね、 こう何かこうやっぱり一流のやり方ってああいうのなんだなってね、やっぱちょっと違いましたよね。もう本当にそれをね全部見習うとかじゃなくてね、やっぱああいうこうしつこさであったり、僕はあんな風に叱られませんから、叱れませんから、しつこさであったり、その勝負に対する執念であったりね、そういうものはやっぱり引き継いでいきたいなと。まあ教え子っていうのはたくさんいますんでね、はい、きっと星野さんの意思をね、みんな継いで頑張ると思いますしね。あと、いつも心配してらっしゃったのが、今の日本のね野球界の、はい、ちょっとこの、プロとアマのね、そういうところであったり、その野球やる場所が減ってきてる、少年が減ってきてるのは非常に危惧していましたので、はい、まあそういうところもね、早めにそのプロとアマのね、だいぶ良くはなってますけども、本当に、もともと私たちもね、アマチュアだったんですから、はい、アマチュアからプロになってる、プロに、からまたアマチュアに帰るのが今難しい時代に、ずっとそういう時代がありましたんでね、だいぶ雪解けはしてますけども、でもそういうものを完全撤廃してね、野球界のためにこうプロアマ一つになって、そして野球を始める少年のためにね、この場所をねどん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 提供できるように、そういうのをこれからやっていきたいなと。まあ星野さんはいつもそういうことをおっしゃったので、まあ受け継いでいきたいなとは思ってます。はい。200勝の時はちょっと向こうがちょっとこう涙ぐんでるのがちょっと電話でこう感じたんですけど、はい、私も試合終わってすぐに一番に真っ先に、まあ両親球場に来てたんでね、はい、まず星野監督にということで、しかもまあちょうど星野監督得意のその、お茶会ですか、新聞記者との、はい、記者たちとのね、お茶会の最中で山本投手勝ちましたよって言った直後に電話がかかってきて、僕はおそらくなんですけど、はい、ヒーローインタビュー出る前かにもしかしたら電話したかもしれないです。あ、そうですか。ダッシュで行って、はい。へえ。まあそれぐらい嬉しかったんでね。まあですからあの時によかったなと、アイクに感謝しろっていう言葉をね、していただいたんですけども、まあでもそうですね。やっぱりいつもやっぱね星野監督のことを背中を追っかけてね、ああいう風なカリスマ性みたいなものは出せませんけども、でもやっぱ星野監督の野球っていうのはね、いつも追っかけてたのかなと。っていうふうには思いますけどね。マサさんをして、もうとにかくそのヒーローインタビューよりも先に連絡をしたいと思うだけのその存在だった星野さんですけれども、やっぱり思い出としては褒められたよりも怒られたことの方が多いんですか？よく怒られましたね。まあでも、いつも思ってましたけども、その叱られてるうちが花だと。私がこう、見ていても、叱られてるうちはみんな使ってもらえるんですよね、叱られなくなった人から二軍に落ちていくので、だからいつも打たれて叱られていつもほっとしてね、また次頑張ろうと、いう思いでね、やってきました。とにかくね、まあ、本当にユニフォーム着ると鬼のような人ですから、でもねたまにこう優しくしてもらったりね、こうちょっとこう励ましの言葉とかもらうとね、すごくうわ果たしたいなっていうね、あとはやっぱり先頭に立って引っ張ってくれましたんでね、激しいアクションでね、はい、ああいうの見ると果たしたいなっていうね、そういう思いで選手みんなやってたような気がしますよね。私はもう特にそういうふうに思ってやってきましたけどもね。まあ、マサさんは第一次星野政権と第二次星野政権両方知る数少ない、お人、連絡を取り合いながら、はい、いろんなこう指導をしていただいたんだな。まあ途中からねスクリューボール覚えて、まあ、活躍するんですけども、私自身は日本で通用するなんて思ってないんですよ。あ、そうだったんですか？アメリカは4軍だったんですから、日本とアメリカの野球とベースボールはまた違うんじゃないかっていうね。ただ、アイクさんがね、星野監督に僕がいいピッチングするようになっていったところにですね、山は日本でも中継ぎなら使えるかもよとか、そういうことをチクチク言ってたみたいです。はい。そして、8月の、はじめにね、日本に帰ってくるわけですけども、その時に大リーグの2球団から誘われてるんですよね。あ、マサさんがね。僕が、はい。僕は全く知らないんですよ。はい。アイクさんのところと球団の方に、連絡があって、はい、星野さんは、いや、それはもう行かせろと。うん。
そんな大リーガーになれるなんてこんなすごいことはない、行かせろって球団には言ったそうなんですけども、球団は1988年はドラゴンズ優勝争いしてましたので、ちょうどね近藤慎一投手がちょっとね体の調子がちょっと故障が起きたかという時だったんですね。ですから球団の社長が、当時の社長が、いや呼び戻そうということで、私が帰ってきたわけです。すいません、ということはちょっと私その辺を誤解してましたが、はい、星野監督が優勝争いしてるからマサをアメリカから呼び戻せって言ったんではないんですか？違うんです、あの方はアメリカに行かせろって言ったんです、大リーグに行かせろそのまま、はい、こんなすごいことはない。ただ球団がいや近藤投手がねちょっとこう、故障外れて苦しいだろうと、呼び返そうって言ったのは球団なんですね。そうだったんですね。ですからそう考えるとやっぱ星野さんっていうのはね、その大リーグの凄さっていうのをおそらく知ってたでしょうから、そんなのに誘われる日本人が出たのかと。ただ一つ思うのはね、私がどんだけ力つけてるからっておそらくまあまあ期待はしてなかったんでしょうね。あ、そうなんだと思いますよ。だって5年間で、いや4年日本でやって1軍で4試合しか投げてなくて防御率19点台で、そんなピッチャーがね日本でこうローテーション入るようなピッチャーになるとは思ってないでしょうから、おそらくまあまあまああいつはちょっと今波に乗って、でもそんなのでも経験不利なんですけど、やっぱり一旦ユニフォーム脱いでまた戻ってきてからの星野さんってどこか変化ってあったんですか？多少はありましたけど、そう大差なかったですね。そうですか。まあでもね、一番最初87年に就任されて、86年の秋のキャンプから、とにかく先輩だったちから、しっかりやれと、とんでもない人が帰ってくるぞと、いう話は、まあ小松さんとか、鈴木高松さんとか宮古さんから聞いてね、いや、本当にしっかりしてくれよと、逆に頼まれたですね、お前らがしっかりとんでもないことになるぞと。まあでも本当にその通りでね、厳しい。私は初めて星野さんとお話しさせていただいたのが浜松のそのキャンプのブルペンなんですよ、私ね監督が来たと思ってね一生懸命投げてたらね、おいそこの34番もっと全力で投げんかって言ったんです。ほう、私はあこれ全力です、って言った時のあの星野さんの寂しそうな顔がねこいつ体でかくて左ピッチャーでね、おいいかなと思ったらこれ全力かと、そのような顔をしてましたね。私はこうそういうふうに言った後すごくやばいなと思いながらいましたけども、まあでもそうですね、よく叱られましたしね、まあでも二次政権に帰ってきてからはですね、やはり それなりの扱いをねしてはくれましたけど、とにかく若い選手がね打たれるとね、僕が叱られるんです。毎日ミーティングがありましたから、まあ、ミーティングに出るんですね、試合終わった後、その球場に残っていて、だからその若い選手は何かねこうしでかして試合負けたりすると絶対僕のところに質問飛んでくるな、こう劇が来るな、もうちょっとねこうとこうやってくるんですよ。急に来るんでね、こう声ひっくり返っちゃうんでね、そこだけはひっくり返られる恥ずかしいのでこうとこう切っておいてね、よく対応しましたけどね。あとまあ楽天の監督さんをされてる時にですね、私交流戦で投げてるんですよ、でいいピッチングしたんです、多分7回まで1失点結局試合負けたんですけども、その時にね1戦目先発だったんで、挨拶行かなかったんです、ね、さしてやろうそういう気持ちだったんじゃないかなと。なるほど。ただ日本に帰ってきて、私のピッチングを見た星野監督が言ってた話はですね、ボールが高めに来ないんだよと、もう春とは全く違うということで、期待していただいたと、リリーフで初めてこう名古屋球場でマウンドに上がった時にはですね、やっぱマウンドまで来てくれましてね、一言目いっぱいいけという話をしていただいた、すごくリラックスした思い出があるんですけどもね、その日が私のプロ初勝利なんですね。もうあの時はこんなに嬉しいものがあるんだと、プロ初勝利、こう5年目にしてね、そう考えると、あの時星野監督からね監督賞をね34万円いただいたんです。背番号の、タカが1イニング投げただけなのに、しかしそれを34万にするあたりも粋ですね。されてるんですよね。そう考えた、嬉しいな、初めての、ずっと取ってありましたけどね、監督賞っていうね、その封筒をね、まあ、本当にね、もうそこからもうたくさんの思い出星野さんとあると思いますけど、マサさんは星野さんと
結構話をした選手の方ですか？いや、話してないと思います。してない方ですか？はい、私ね、電話してもいつも直立不動でね、はい、はいといいえしか言いませんので、まあ要件を言ってね、あとはもうはいはいはいって言ってもうすぐ切っちゃうんですね、はい、ですからどんな長く電話しても多分2分ぐらいだと思うんですね。まあでもよくね、節目には連絡しなきゃと、いうことで、連絡はしましたね、百姓の時。そして、百姓は一緒にやってってるので、150ですね、はい、150、200、それからあと星野監督の勝ち星を抜いた時、あとは引退ですね、はいはい、その時はもうとにかく親より先に連絡をしましたので、まあ、そう考えると、でもその時もね、あんまり褒めてもらったのは引退の時だけですかね。ああ、そうですか。はい。お前は本当に体が強くてよかったなと、いう言葉をいただいたんですけどね、まあ、僕はもう泣いてて話にならないんですよ、なんかもう語り尽くせないぐらいお話はあると思うんですよ。いや、本当に、まず言えるのがね、あの方がいなかったら今の私はないですし、はい、その、まあ、全てにおいてこう指導していただいたなと、そういうことは非常に思いますね。その普段の生活であったり、野球をする上でのね、こう心構えであったり、もちろんその技術的なことであったりね、随分と鍛えてもらったなっていうのは本当に思いますね。まあ、やはりこう、マサさんの野球人生の中で大きな節目になったのが、アメリカへの野球留学だったと思うんですが、これも星野さんが監督になられた時ですよね。そうですね、星野さんの2年目になりますね。私が5年目でね、もう本当に、当時、立浪選手がドラフト1位でその年入ってきたんですね。はい、その彼のね、半分ぐらいだったんですよ、給料が。5年目の選手なので。はい、その中で自分はもう、やっぱり、もう今年最後だと、ああいう思いでね、その春のキャンプから頑張ってる時にね、オープン戦で KO されまして、その日の夜に星野監督の部屋に呼ばれまして、ね、はい、アメリカに今年は留学しなさいと、11月の末まで終わりまで行ってきなさいって、愕然としましたね。いやいや、何なんだと、まだ2月ですよ、今年もういらないんだと、もう捨てられた、そういう思いでいましたね。ただやっぱり星野さんっていうのはね、ただそのアメリカに出したんじゃなくてね、一言言ってたのが、10人送って1人でも出てくれればもう儲けもんなんだと、ああいう話はしてらっしゃいましたんで、まあアメリカ行って、そして、もう嫌で嫌でね、今でこそアメリカ留学、まあかっこいいですよね、はい、みんな行きたいって言うかもしれませんけど、あの頃はね、アメリカのワールドシリーズの試合の結果がね、こうスポーツでもなんかスコアだけで出るような、それぐらいの認知度しかなかった、まあ、日本とアメリカの野球ってのはそれだけかけ離れたんですけども、まあね、言葉は当然通じませんしね、ちょっとやっぱりアメリカ行ってる最中はね、クソクソっていう思いでねやっていましたね。ただやっぱり、その時に出会ったアイク・イクラさんという方がね、はい、本当によくしていただいて、私は全く知りませんでしたけど、毎日星野監督とね、こう